どうも皆さん、プラモデル作ってますか？ガンダム大好き、ガキオでございます。さて今回はガンプラではなく、境界戦記のプラモデルのレビューです。先日10月9日に発売されました、境界戦記の主人公の機体、メイレス剣舞をレビューしていきたいと思います。前回、メイレス白地をレビューしましたが、この剣舞も白地と同系統の機体ということで、作るのは大体一緒でしたね。それでは早速レビューしていきましょう。というわけで完成しました。境界戦記に登場する主人公機1/72メイレス剣舞でございます。こちらのメイレス剣舞、白地と同系統の機体ではありますが、要所要所パーツが微妙に違うと。白ベースにこちらは赤、そして黄色が目立ちますね。またイメージがガラリと変わりますね。ザ主人公機って感じですね。はい、後ろから見るとこんな感じですね。背中はほとんど変わりません。ここにね、アームがついておりまして、武装を喧嘩することができるということです。はい、ほんじゃパパッと可動見ていきますか。頭部の可動もいい感じですね、前後左右にグリグリと動かすことができます。ほんで白地と同じく腕の可動も素晴らしいですね。かなり前に、引き出すことが可能となっております。さらにこう動きまして、こう動きまして、こう動きまして、こうと、最高でございますね。これが境界戦記よ。で、胴体も変わりませんね、前後にこのように動かすことができますし、さらに斜めにね、このように斜めにも動かすことができると。素晴らしいですね。で、脚部のパーツ構成も白地と変わりません。思いっきり開きますし、で、この意味のわからない感じに関節が曲がると。で、足首はこうぐるりと回りまして、で、この部分が若干可動します。白地と微妙に違いますね、足はね。ほんで、お尻のスカートもまくることができます。今回もハンドパーツに平手がつきますが、前回と一緒で、この手の甲のパーツは一つとなっておりますので、握り手か平手かは選ぶ必要があります。いや、白地とね、変わらぬ可動域、素晴らしいですね。剣舞もね、テレビ放送を見て、これを手に取ったっていう方もね、多いのかと思いますよ。で、武装ですが、こちらも白地と同じタイプの同系統のマシンガンが付属します。で、今回はですね、ハンドパーツ、手の甲は白で、内側は黒となっておりますので、ここは要注意でございます。そして今回、近接武器が付きます、刀です。これ名前がね、超熱新式戦闘直刀と、めちゃくちゃかっこいい名前ついておりますけれども、高熱と高速振動によって切り裂く刀ということです。いや、刀もめちゃくちゃ映えるやんけ。すげえかっこいいやんけ。なんだこれ。いや、これほんとあれですね。遊んでて超楽しいぞ。どんなポーズでも撮れますからね。めちゃくちゃかっこいいっていうね。はい。で、今回この剣舞にですね、ボーナスパーツがつくんですね。それが、肩のパーツが2つと、そして、シールドにこの、ナイフがついた、武器が1個つきます。これが何かというと、第1話の、未完成状態を再現できるパーツなんですね。ちょっと組んでみましょうか。はい、このように未完成状態も再現することが可能となっております。いいですね。本当にバルバトス味がありますよね。はい。いいですね。個人的にこのとっつきの武装はですね、アーマードコアみたいですんげー好きです。いや、今回この剣舞は白地以上に遊び心満載なボリューミーなキットなのではないでしょうか。いいですね。かっこいいです。ちなみにこうやって白地と並べてみるとまたなんか違いますよね。白地はこう四角いイメージありますけれども、こう剣舞はとんがっている、そんなイメージがあります。いやー、またなんか違った感じで両方いいですよね。はい。はい、というわけで今回は境界戦記より1/72メイレス剣舞のパチ組レビューでございました。いや、白地に引き続き剣舞もかなりいいキットでしたね。まあ、可動範囲もさることながら、また白地と違ったね、この主人公機らしいデザイン。この白地と剣舞に関しては単純にあとは好みの差かな。うん、なのでまだ境界戦記のプラモデルに触れていない方、この剣舞でもいいですし、前回ご紹介した白地でも構いません。このメイレスなんちゃら、今後もたくさん出てくるとは思うんですが、ぜひ一度お手に取ってこの出来の良さを確かめていただければなと思います。今回は以上です。また次回の動画もご覧ください。ガキオでした。